やば。チェン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 。オープニングそれだ。どうも、フリップホーマーのメダイです。お願いします。はい、そしてクリアソンのイズツです。イズツです。クリアソンです。はい、実はですね、イズツとは中学の同じチームでして、で、そこ以来あんま会ってなかったよ。ダメとこシータ。ダメとこシータ。はい。ここは思うの別行って。会うことも対戦とか。あ、一回したな、したかも、高校の時一回したわ、いずつやってなったもん。どっちがその序列はどっちが俺、俺おだから中学エルバで、俺がその近代高生ってとこ行って、ゆずが初走って。梅ちゃんはそのお金の面で選ぶ。俺も金だけ全面。あ、そっかそっか。もう全面の特待でって言って行ってだけやったから、いずつはなんで初走に行ったのかって分からんのよ。ゆずの脳的に、何らかの戦略があって初走りに行ったと思う。確かに。それなんで初走りに行ったかを聞きたい。それはでも、ほら大阪は全国大会激戦区で、出れないから大阪桐蔭とか行かずに、初芝橋本やったら和歌山で全国大会出れるんちゃうかなって思って行った。ああ、高校サッカー選手権出るため。なるほど。強豪校が多い激戦区より1、2強ぐらいの何選手権に出たいと。ゆず君それ免除みたいな。俺ら免除なかったから普通にスポーツ推薦、スポーツ推薦で全額払って行ってた。で、大学が関学で、俺が名古屋の産業大学っていう。まあまあ梅ちゃんもそれはもうお金、お金ばっかりやもん。お金お金とはその時高校の監督のなんかもう一回行ってこいみたいなつながりもある。そう、感覚はそれは何で行った。感覚はもう高校で初芝橋本高校がきつすぎて、高校やめようと思って、サッカーやめようと思ってんけど、俺が入る時は指定校推薦で大学あるよみたいな感じで入ってんけど、俺が卒業する頃にはなくなってて全部はい、先輩とかがまあやらかしたりとかして、はい、でもう受験するかスポーツ推薦かしかなくなって、で受験とか勉強しないからできへんからスポーツ推薦で感覚入って、でサッカー部入らずにやめようと思ってた。そう、めっちゃ戦略的に感覚入って そこで切ろうと思ってたんですか、サッカーを。そう、なんで、なんでやったなんでやり始めた。いや、もうやり始めたらもうやめられへん感じになって。ああ、なるほどね。めっちゃ面白いですね。だから大学の入学の時にサッカー部辞めたらどうなりますかとか、サッカー部入りに行ってても長期の留学とか行っていいですかとか俺聞いて、で、その教授めっちゃ困るみたいな。あ、なるほど。スポーツ推薦やんお前みたいな。最初はそうやった。入りはじゃああんまサッカーやる気はなかったってこと。なかった。大学入るためにちょっと待って、めっちゃかっこええやん。なんとかして裏切って辞めたらと思ったらどうする。そこまであれやけど、まあいい感じで辞めれるんやったら勉強とか留学とかしたいなって思った。なんか大学になんかこう憧れが、謎の憧れだったから普通にこう勉強したいなみたいな。そういうの好きそうやもんね、ああいう感じだった。でもなんか最初サッカー部入ったらもう速攻でその練習スタートしてやめられへんかった。学部はじゃあもうそのスポーツ推薦の学部のみで、あ、選べるから自分がやりたい勉強のとこを選んで。だから勉強もしてたってこと。勉強もしてたけど、でもサッカー部がもう結構ガチガチになったらそんなにやっぱり。じゃあめっちゃかっこいいやん。じゃあそんなにやりたくなかったけど、ちょっとやらざるを得ない状況だって。4年の時に大学サッカー史上初っすよね、4冠って。いい、さらっとめちゃめちゃかっこいいこと言うてんの。まあ、そっからめちゃくちゃ頑張ったから。まあまあ確かに、やるって決めてから頑張ったから。で、同級生に J リーグ行ったやつとか乗って、で、まあキャプテンになって待って、めっちゃかっこええやん。俺は大学だって3年で辞めてるからね。単位が足りひん。なんで単位、うん、あ、進級できへんから。そうそうそう、サッカー部も辞めるってこと。サッカー部もなんか留年ってなったから、それでなんか特待とかも消えるし。大学のシステムもそうやったんや。で、そうそうそう、なんで留年したの。単位が足りひんから。なんで単位やん、行かへんかったから。なんで行かへんかったの。分かる、ほんまに。でも練習は遅刻してたけど出てた。それで監督が1年から単位足りひんけど助けてくれて、助けてくれて、3年で梅もう無理やわって言われて梅って呼んでくれる関係性だ、うん、ごめんもう無理やわってなって、次の年にはもう吉本入ってたね。
気づいたら、うん、気づいたら思い出しました。え、大阪帰ってきたってこと？うん、すぐ帰ってきた。へぇー、僕はもう1年間出たんですか、大学は。うん、1年の時は出てなかったけど、A チームには入って、で、あのガンバ行ったやつとかビッセル行ったやつとかと一緒にわーってやってたら、2年目ぐらいからかな、2年生ぐらいの時から試合出るようになってって感じで、で、まあ単位は取ってたし、あ、単位は取ってたよ。なんか取らんでもええらしいけど、取らない、取らない、生きれるは生きれるらしい、単位取らんでも。ああ、そうそうそう、留年ってこと。うん、卒業はできないんだけど、うん、一生大学の卒業があるかないかな。でも俺教職の単位を取ってたから、めちゃくちゃ単位取ったで。俺も最初教職取ってた無理やんそれは2週間ぐらいで終わったら。おう、梅ちゃんまで吉本芸能道に走ったの。芸能道すごいよな。どういうきっかけやったんですか。いや俺もともとだから普通に芸人かサッカー選手やったから。あ、今回が有名になりたいのみだったんで。うん、うん、そうそうそうえ、でもさ、一番昔にさ有名になったのさ、ミルクティーこうやって開ける、ああ、あれやんな、あれちょっと固有名になった。固有名になった。バイン時代っすね。バインやったんや、あれ。あれバインやった。バインで俺全然関係ないところで見てて、友達に見せられて俺の友達やねって言うとこあるちょっと巷の有名じゃない、うん、アホはしてたな。まあバイン日本ランキング2位やと思った。へえ、ブライアン抑えてたから。あおう、井筒くんはプロ。うん、大学卒業。俺はすごい。ボルティスな。ボルティスはその時からずっと J2 そうですよ。え、オファーがあったのね。オファーがないとクリアさん行きたいみたいな入れる世界じゃないから。そうJ リーグって分かってます。そのよくあるじゃないですか、高校とか大学もそうすると、プロ志望者やったんですか。いや俺就活してたから、その時もサッカー辞めて、あ、そうなの、就活しようと思って。でプロ志望者の人はやっぱ練習会呼んでもらえるとか、うん、監督とかに何度か繋いでもらって、ちょっと見てもらってオファーもらうっていうのが定番なわけ、うん、それではなかったと思うんですよね。そう、でも、オファーが来る人には全然練習参加とかしなくてもオファー来るから。上の人や、上の人やエリートや。でも大学が日本一だったから、やっぱそれで俺もあの見てもらえる機会がすごく多くて。何チームあったんですかここ。いや全然あの徳島から来たから行きますって。へえ、他もあったの。いやそれはまあ待てばどうかって感じだよ。ああ、夏ぐらいに。そっか、やめたがってた人がプロのオファー来て受けたんですね。そう、迷ったけど、まあ仕事ならいつでもやめてからできるから。いや、すごいな、ほんま尊敬してるわ。自慢の友達は思ってる、一生言ってこう思ってる。え、なんで不安になったん今。そんなになったから。おう、井筒くんがプロ辞めるタイミングと梅ちゃんが芸人辞めるタイミングと近い。近い近い。芸人辞めてるの。待って、うん、じゃあ一緒ぐらいのタイミングで前の仕事辞めてる、うん、前の仕事辞めてるわ。ちょっと質が違う。質は違う、質は違う。技術とかオファーはあったんですよね、継続していく、うん、試合でしたから移籍とか。あ、3年で次もってなってたってことやろ。そう、次もあるってなったのに辞めたってことやろ。そう、それが謎すぎて、まあ、なんでその辞めるか。オファー、まあ継続のオファーは自チームから来て、うん、3年後いたチーム、うん、で、まあ、他も含めた多分何かしらの条件があるはず。それをやめてまでなんかすることは起きる。試合で出てない、うん、ゴールキーパーでこうセカンドサードでも出てないけど、そうそう、やっぱ置いとくとかじゃなくてスタメンやん。が意味がわからんすぎて、なんでってな、あれ周りもみんななってるの、なってるって。それほんま噛み砕いて教えてほしい。で、詳しくはちょっと概要欄とかその長文の、あの長文をね、梅谷に分かるようにってことやろ。うん、俺に分かるように。そうやね、むずいな、それが一番全然考えてんよ、普通にひらがなだけ使って、ひらがなだけ使って、うん、漢字じゃなくて、うん、でも、まあ、マジな話すると、今あのクリアソンっていうチームにいて、うん、そこが、新宿のサッカークラブで、都心のサッカークラブって今ないやん、うん、FC 東京とかも結構西の方にあったりするから、やっぱ都心のど真ん中にサッカークラブあったらおもろいんじゃないかって思って作った、まあ、今の社長がおって、その人がめちゃくちゃおもろいから、それやったら俺もそこに参加しようかなってところで、徳島辞めて新宿に行った。で、サッカーしながら、まあ、会社作るのも一緒にやってたみたいな。いや、まだ振り切られへんの俺それじゃ。辞めてまで。でも簡単な話、もうロマンを求めたと思うんですよ。うん、給料とかも半分ぐらいだったし。おー、そうそう、だからかっけー、かっけキャリアを上げていくというか、J1
まあ、代表を目指してとか代表とか海外籍とかじゃなくて都心にサッカークラブを作ってもっとおもろいことあるやんの方がおもろかった。やっば判断やな。やっば判断、やば判断。まあでももともとそんな入りはサッカー、そうそう、まあやめよう、でもやるから本気でやったらやから、意外とパッてやめれたってこと。まあ、やってたしな、ああ3年間新宿で、そんな一戦でやりたいとかはそんなに、ああ、はあ、うわ楽しいな。そんなやつに出会ったことないよ。出会ったことないな、うん、ほんまそんなやつに出会ったことない。大体みんなそうなるんだ。俺もないよこんな感じの出会ったことないでもまあそれでまあなでも何やかんや、いや成功してるっちゃ成功してるよ。クリアさんもクリアさんだってユースクが入った時は東一部さ、東一から関東2に上がった時で、で関東2部で入った年に昇格して、で、関東1部に、いや関東2から関東1で、関東1から去年 JFL に昇格して、で J3 の1個下に、すごい来ました。すごいって、え何年でそこまで行ったんですか。3年だから関東1で1回だけ、コロナで半分ぐらいリーグなくなっちゃった年があって、その時は5位とかで終わって、で卒業年東4部からずっとポンポンポンって、あでも東1部で結構残留してた。ああでガッツリってなった時からもうグッて、うん、すごっ JFL までだから持ってったってこと。そうで去年やめたかないやめちゃくちゃすごい人おるやんおいおい俺喋ってええんか。あで JFL、 でもその JFL の上げてやめようっていう考えたんですか。いや去年でやめようと思ってて、でそれは仕事の方も、運営がやりたかったからっていうのがあって、でクリアさんこれから有名にしていかなあかんから、だからまあこういう仕事もしぶ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 いやもう有名やろクリアさん、そのいやそんなことないよ、トントン拍子で言ってるから。なんかだから有名にする方法を考えてよ。全員チンコ出しながらサッカーしないじゃん確かに、うん、確かに確実に有名になるから、確実に。あっこれさ、もう来れへん、ごめん無理、頼むマジ頼む。その頼み方見たことある昔もうマジ来れへん無理、その必要な時にしか聞いひんし無理。まあ買ってないからな、頼まれても頼む、なんでマジ頼む勢いで来られへん無理無理マジ無理、うん、マジ来れへんそれ。一回貸してくれたらちゃんと触んなってやる、買ってたらあれやけど一回来させてくれ。いやいやマジで無理マジで。そ素材とかどうなの、質感もマジ来させてくれ、着るだけ。無理無理。上じゃさ、パンツの素材が絶対好きや、持って帰るやん絶対、持って帰、洗ってから返すちょっと貸して無理そうそれマジちょうだいやそれ、ほんまに無理や、なんでな、なんでな、その行ったらいいんじゃない、行った時くれ、買ってから考え、行って買ったらくれ、じゃあ買ったら考えろ、考えろ、そう着させてやそれ、無理やして、なんでなそう、え着るのも無理、ちょほんまはい、味付けさせといた、味、味付け、そのなにベロ付けさせといて、つばつばつばJ 行くやん、そんだから俺はもうもっと前から応援してるよって言いたいからな、どう赤チュー勝負勝ってからそうやんな、うん、でクリアさん自体はどういうのを目指してるんですか。 JFL じゃないですか。クリアさんはまず今年 J リーグ昇格を目指してます。でその後どんどん上がっていって世界一のサッカークラブをうわ今作ろうとしてるんで、だからバルセロナみたいな、そうだからまあだからどの YouTuber と絡もうかっていうのは今選定してる段階。そうですね、世界一やったら今後日本一はマキか、うん、相方っすね、マキめっちゃいろいろだからソサイチも全部取るし、で日本一と世界一のところ、ああだから世界に広めようとは思ってる。世界大会でも出たいし、世界大会かな、これはもう、うん、カテゴライズで、まあ、そういった面ではその目指してるとこはまあ別のスポーツだけどあるのかもしれない。同じ、うん、ジャージくれそこに戻ってくるんだ。上ちゃんもそこはシンプルに同級生、うん、大
関係なくチームも応援してる。チームもシンプルに応援してる。ありがとうございます。マジで応援してる。次負けたらだってもう何でもやるやろ。何でもやる。で俺ほんまシンプルにその井筒がやってることを応援してたから。確かに、うん、それはリアルだから。クリアソンとかもあのちょくちょくやけど見てたし、だからほんまに勝ってほしい。 J 行ったら俺めちゃくちゃ言うで。めっちゃおもろい。新宿のど真ん中にスタジアムあって、そこで試合やってたら最高や。最高やろか。え、めちゃくちゃヤバいことやってるやん。すごない？なあお父さん、井筒の俺のお父さんに語りかけるな。もうちょっと多いよ。別の視聴者に訴えかけて。うん、皆さんいや、ほんまにヤバいことやってるわ今思ったら。皆さん、クリアソン新宿、お願いします。これ見てる皆さん、僕の視聴者の皆さん、クリアソンを広げてください。そうすると僕がジャージをもらえることになるかもしれないので僕がジャージを着て動画に出ることがあったら、それは皆さんが広めてくれたということですよ。クリアソンの新宿を梅谷につなげようみたいなハッシュタグしてもらえれば勝手にキャンペーンしてるやん。僕がジャージもらえるかもしれない、ユニフォームもらえるかもしれないので、皆さん協力お願いします。あ、じゃあ、交渉だけしといたら、これでクリアソンのツイッターが今現時点何人以上この動画出した時に何人いったらちょっとチャンスあるっていう。クリアソンのインスタとインスタツイッターツイッターとインスタ何人なの今。ツイッターは1万1000とかかな。結構多いな、結構多いな。1万1108。インスタが4000弱ぐらいかな。あ、インスタやったインスタ。インスタやな。梅梅チャンネル。もし動画公開から1週間で、クリアソンのインスタのアカウントが1万いったら、そジャージもその練習用ユニフォームもフルセットくれ。そうですね、それは、あ、何かしらのウェアは、はい、ちょっと、このウェアかどうか分かんないですけど、ウェアは、今期の一式、はい。よし！クリアソンのウェアか、ちょっと、はい。でも、ええよ、そうこそ、ボルティス。お、何かしら準備します。感覚4回の時のウェアって、うわ、ひょばっ！ちょっと皆さん、ここで本気のお願いがあります。見てくれてるチーム梅谷ファミリーの皆さん、とりあえずね、この動画公開されたあと1週間の間、拡散もそうなんですけども、フォローしてない方、とりあえず1週間だけでもいいので、やめろまあ見てたら多分、継続してフォローしてすると思うので、とりあえず、フォローしてください。皆さんの力で僕のユニフォームが変わりますので、本当にお願いします。絶対にフォローしてください。本当にお願いします。そして拡散もしてください。クリアソン新宿井筒陸也で拡散お願いします。ハッシュタグ2個ね。そして梅谷を助けよう、もうこの3つ。セーブ梅谷。案件よりすごい状態、ギャップすごいなってた。そう、本当にこれは案件でも何でもないです。本当にお願いします。よろしくお願いします。欲望だけです。はい、ということで、今回、井筒陸也でした。ありがとうございました。ありがとうございました。